さてと、今日はね、まあね、見覚えある人は見覚えあるかもしれないけど、夏場とかね、去年夏かな、永見桃雪先生を呼んでね、ここでまたね、イベントあったりした六本木のハーベストに来ておりまして、はい、はい、ようこそ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。六本木の私ドラキュラって呼ばれてるような存在なんですが、はい、所長の上竹正友と申します。そうですね。秀樹さん。インフィニーさんとは本当数年前のここにいる金龍さんを作られてる永見桃雪先生の個展をうちで開いてくださった時に出会ったのがご縁で、アリー君っていう、まあ、カメラマンの方が、3年前かなの時に来てくれて、そこで出会ってから、まあ、秀樹さん、インフィニーさんと出会うっていう流れだったので、もうまさに優に呼ばれたような、そうですね、ご縁だなと思っていて、やっぱ来たからには手相を見てみようじゃないかということで、ね、めっちゃ嬉しいです。上竹さんがスマホだとすると、はい、トリセツとアプリのダウンロードリストなんです。なるほど、はい、どんなアプリを今までの人生で入れてきたのかっていうのを見てみると、いろんなものが見えてくるわけ。まず最初に見てみるのはここですね、はい、ここ、はい、この小指の下からスタートして、はい、人差し指に上がっていく線ね、これが何なのかっていうと、感情線。感情線、感情って何なんだろうって思うわけ。確かに、うん、そうすると我々こういうなんかこの素敵な環境ではなんかジェントルマンやれるわけですよ、うん、でも急に地震になったり火事になったり、まあ、ゾンビがブビッと出てきたりするととっさに取る行動はみんなそれぞれ違うわけ、はい、つまり大脳皮質の考えとハートの考えが異なる、それを意味する感情線。つまり感情線は追い詰められたりどん詰まったりパニクった時にどういうことを、どういう選択肢を切ってくるかな、この人はって見るのが感情線。めちゃめちゃ僕シワシワですよでもこれ初期設定シワシワなんですよ、はい、今設定あんまシワってないの分かります？確かに違いますね、はいはい、で線を音で表すことがよくあるんですけど、このシワシワの線をノイジーって呼んでるんですよ。ノイジー、うん、954のラジオを聞きたいときに957とか951にするとなんか話してるけどちょっとノイジーじゃないですか、うん、感情線ってわかるけどちょっとノイジーな感じってことは、これ954に合ってないんですよ。ほう。なんだけどこっち954に合った感じ、チャンネル合ってきました。合ってんです、合ってんです。なぜ TBS ラジオの宣伝してるかよくわかんないですけど、元々の所長は少しノイジーだった、でも今の所長はクリアに聞こえてるんです。これが感情線の左右の違い。わかりやすいですね。でこうして見てみるとこれだいぶ変わったのがわかる。これって間にスポポポポポンって入るじゃないですか。はい、入ってます。あんま入ってない。入ってない。これは一体何なんだろう。本当は間に入りたい感じなんです。でもノイジーなのでちょっと入るのが甘くなっちゃった感じ、うん、要するに行っていいのかな、どうしようかな、いや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 って感じです。迷ってるような感じです。こっち側見てみるとスポポポンって入ってるじゃないですか、うん、この状態がこれノイジーじゃなくなったんですよね。いろんな人を楽しんじゃうという気持ちが強くなった。すごく強いと思います。こっちの方はいろんな人どうしようっていう気持ちがあった。あ、なので、ノイジーですね。そう、ちょっと間に入らないでどうしようって感じ。ここでも違うんですね。でこれはいや入っちゃおうっていう、入っちゃったら楽じゃないっていう感じでなったの。これでこれ何が起こったのかっていうと、指にはそれぞれ性質あって、はい、お金、仲間、社会、自分ってなってます。金、仲間、社会、自分。お金っていろいろあるじゃないですか、はい、1万円から1円、うん、ね、友達も大好きな仲間、普通の仲間、嫌いな仲間、これまたいっぱいいる、うん、で、国家、社会、組織、これもいっぱいある、うん、でも自分ってロシア探してもアメリカ探しても六本木ハーベストタイムに1個しかないです。間違いないです。何食わぬ顔で一緒に仕事しているこの4本の指、実はオンリーワンとその他大勢って真逆な世界が存在してるんです、はい、その間に本音のハートが入る感情線を持つ人は両側を照らし合わせて観察するフリーな感性を持ってる人たちなんです。だからこれ作家さんに多いんですよ。世間一般も個人の感情も両方上竹さんの中には入るんです。こっちはこの谷間の下から、あ、社会ってあるんだ、あ、個人ってあるんだって見てる人なんでも、これオレアって飛び込むことで、その他人の中の両方入っちゃった人なんですよね。なのでノイジーな人から中に入って
チャンネル合わせてる人になったんですよ。これ大きなる課金アプリです。今度あの宿命取りってやつで手相構造学入ってますね。世間では手相証文学って柄の話が多いけど、手相構造学っていうやつ、構造学、はい、これ見てみるとここに注目、この所長のここね、そうすると初期設定、ここの薬指の第二関節、ここ見るでしょ、はい、そうすると初期設定って下がってるでしょ、はい、先っちょが、うん、分かります短いんですよ。でも今設定って同じになってるんですよ。初期設定の取説では小指短い型なんだけど、うん、今設定では小指が長い型に変わってるんです、うん、これ何起こったのかっていうと、まあ、これちょっとね、あの講座の中でしか本当はお話ししないですけど、今日はちょっとあの研究所なんで、僕も研究員としてお腹の中にいる時にコミュニケーション型遺伝子をたくさんもらうと小指って長く長く長くなってる。で、あのそれをもらってだいたいどれぐらいの小指のポテンシャルになるかはだいもうお腹の中にはほぼ決まってないです。で、7歳ぐらいの生き方で土台が、ひな台が出来上がる。で、15歳ぐらいで固まったらもう宿命の完成、あとは死ぬまでやめられない、うん、初期設定としては結構人間苦手なタイプですよ。今設定では人間ラブ型に変わってる。大好きですね。は長くなればなるほど人間たらしになってきて、短ければ短いほど人間アレルギーになってる。だからあの職人さんとかってずっと黙って黙々とこう削ったりしてるじゃないですか、ああいう人たちってちょっと短いタイプで、裏方タイプの人もカバーするけど、表方タイプの人もカバーするっていう、長きゃ長きゃ長いほど口とかコミュニケーション、言葉やコミュニケーション形なきもので稼ぐ人、短きゃ短きゃ短いほど行動でからグダグダ言わせん、手を動かせって親方タイプなんですよ。初期はあの芸術家設定で生まれたやつ、なんか物を作ったりとか、物を描いたりとかして、不特定多数と交わるのをそんなに得意としないタイプなんだけど、今はめっちゃそれが楽しくなっちゃってるタイプなんで、だからこれ骨格でも違うんですよね。面白いですね。構造で聞いたことなかったの。初めてですよね。人生で。薬指かなり長いでしょ。はい。で、薬指ちょっと短めになってきてるでしょ、うんうんうん、これ男性ホルモン強いと薬指が長いからギャンブルキッズとか自己中の感じになるんですよ、うん、でもこれが短めになってくると反比例して人差し指が長め設定なんですよ。そうすると受け止めるとか育むとか育成するっていう女性ホルモン型になってるんです、うん、こっちは男性ホルモン型、うん、こっちは女性ホルモン型になってるんで、そのいろんな自由な人の勝手な行動を見てちょっと楽しんじゃおうっていう感じ、だいぶ違うタイプなんで、ね、うん、ね、いろんなことがあったんですけどね。あったんでしょうね。確かに、はい、なんでこんなね、バランスのいいことができたのかっていうと、次にみんな首から上、うん、つまりハートからブレインの話に移っていくという、ブレインって言ってやっぱ頭脳、はい、なんで頭脳線、うん、頭脳線、頭脳線とは何かっていうとこれですよね、はい、ヒュ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 っていくとまっすぐじゃないですか、ま、うん、っすぐ、はい、でもなんかまっすぐじゃない、うん、違いますね、何かが変わりましたね。まっすぐな人っていうのは社会で折れることなき、お金仲間社会、社会の下でも折れないしっかりとした直球勝負の人なんですよ、うん、でこれ折れてこう曲がるには綺麗な放物線になるでしょ、うん、今度これ精神性がすごく高くなったんで、白か黒か勝ちか負けか、上か下か右か左かっていうタイプなんですよ、うん、理系型。今生きてる方はカーブ型になったんですよね。これカーブ型っていうのはどういうことかっていうと、白か黒ではなく、人間ってグレーは本当の色じゃねえとか思ったあたりが、めちゃくちゃ思ってますこの感じですよね、うん、こっちはどっちかじゃなきゃ許せないです。でもグレーこそが人間なんじゃねえって多分今もうまさにその通りですね。ですね。上竹さんの頭脳がこのグラフィックで出てる感じじゃないですか。ドロップすればするほど、うん、あの心の人になってくるんですよ、うん、でこれがストレートになればなるほど理論の人になるんです。なるほど。なんでこのすごく理論派の理系の頭脳、うん、とか頭の回転がすごい早いんですよ。あの短いとバカで、長いと利口と思ってる人が多いですけど、うん、短い方が頭脳は CPU 早いんですよ。高回転型 CPU な、で長いとトルク重視型エンジンで、うん、ゆっくり考えながら進むタイプがあって、今そのタイプになってますよね。ってことは左右に持っちゃった上竹さんっていうのは両方できてる人なんです結局。ラッキーですね。ラッキーですね、うん、あの外角も内角も打てるタイプなんで、なかなかねバランスはいいですよね。あの僕左右同じ族なんですよ。左右同じ族か左右バラバラ族かなんです。これで役割が全然違います。生まれてきた。面白いですね。ってことは左右バラバラ族、はい、バラバラ族、左右バラバラ族っていうのはいつも新しい時代を開く人たち、
で、左右同じ族っていうのは昔からあったものを受け止めて次の世代に渡す人だから、この4000年ぐらいの手相っていう伝統芸の中に生きている僕は斬新に見えて結構古い人間なんです。でもブレてなくてずっと大切なものを継承してるってことですよね。そうですね。で、僕が死んだ後も多分あの監督が僕の手相を広めてくれるはずなんで、もちろん、はい、まあ、大統領の話に逆もあるかもしれない。なるほど、なるほど、まあ、人間何を送るか分からない。確かに、まあ、そんな何起こるか分かんないなっていうとついつい見ちゃうのが生命線なんですよ、はい。まあ、こっち初期設定って言ったでしょ、でこっち今設定って言ったじゃないですか、元々の長さこれぐらい、はい、今の長さちょっと長くなってる、うん、分かる、うん、ますね、はいはい、ですよね、左短め、右長め、これ何が起こったのかっていうと、これあの例えばこの地球に生まれてくるじゃないですか、その時に閻魔大王か神様かプルートかハデスかなんかいるわけ、うん、で、お、地球に生まれるんだってって、うん、いや、あの、これ君のノルマなんで頼むわって言われて、うん、地球におぎゃーって生まれてきたわけ、うん、で、そうするとこれが君のノルマだぜって言われたけど、これが僕のノルマだし、うん、ここも行けちゃったってなると、この魂のし袋をつけてまた神に返済できる感じ、いいですね、それ。ってことはあの、ね、仏教で言われているこの輪廻畜生道六本の道、地獄からガキ道から修羅道から上がっていくやつ、はいはい、ネクスト、もし転生とか生まれ変わりがあるとするならば、ネクストまた上ステージに上がれる人たちは左短め右長めとも言われているんです。いいっすね。ってことはノーマは達成してて、閻魔大王様からは一応グーはもらったんで、あと何して遊ぶか、うわー嬉しいな。これがでもね、10人中何人かは、逆な人がいるんです。ここで体やっちゃいましたって言うと、また閻魔大王かハデスかプルートがいて、うん、あ君途中で終わってんだよね、もう一回やってみますかってことで、またこの輪廻畜生道の底辺からまたスタートなわけですよ。なるほど。そうなるとまず暮らしを変えて、食生活変えて、目標設定立ててしっかり生きようじゃないかってアドバイスを今ここでしなきゃいけないんだけど、うん、こっちよりこっちが長いの分かっちゃったんで、うん、もう一個これでってことになるわけです。いや僕自身もそう思ってますね。ですね、本当に。なのでひとまず、うん、あとどんだけロスタイムで遊ぶかですね。こうやってもろもろちょっと左右の線が変わったと、でそうするとこれほら世間でいう改良っていう言葉あるじゃないですか、うん、でもなんか良かれと思って改良ではなく改悪ってあるじゃないですか。改悪、なんかそう、子供が生まれて一部屋建て増しした結果、うん、家全体傾きましたとかあるじゃないですか、うんうんうん、あれ改悪じゃないですか、うん、どっちの生命線濃いと思う？右と左って、こっちですかね。右濃いでしょ、ってことは濃さって、うん、線の濃さって運気の濃さなんですよ。ほう。だから同じ形の線がどこでもいいです。感情でも頭脳でも生命でも運命でもいいです、同じ線があるならば、濃い線の方が運気は強いです。なるほど。ってことは命の運気が強くなったのであるならば、このカスタマイズは正解だったと思って良いのではないでしょうかね。こっちめっちゃ濃いんだけど薄くなってたら、いじめなかった方が良かったんじゃないですかねってことで、濃いは濃い、薄いは薄い、何が運気がって思うと分かりやすいです。分かりやすいです。あとこのノイジーかノイジーじゃないか、このあたりだけで全然人見れるんで、ぜひほら、所長の場合ね、あまたなる人と日々会いますから、もう多分来年手相家としてデビューしてると思いますんで、まさかの六本木の父になってると思いますんで。男を右で女左とかいろいろあるんだけど、僕もね20代から30代の時実は一通り10年ぐらいかけて全部やったんですよ。結果一番当たったのがこれだったんで、だから別にこれが何々流誰々先生の大技とかじゃなく、単に見るには一番これだったっていうのは、僕はこれ左右の耳違うの分かります？立ち型と寝型、はい、あ全然違います。左右で形が違うんですよ、はい、これがズレ耳ってやつで、まあ、20人に1人 2,30 人に1人ぐらい、結構レアケースなんですね。レアケースですね、うん、生まれてから40ぐらいまでが右耳、あ左耳だ、はい、でこっち側が未来、生まれ40から死ぬまでがこっち側です、基本的に。僕らこっちですね。そうそう、ってことはこっちが取説でこっちがダウンロードでいいっていう、元相はこれでやってるのに手相だけが逆に入るっていう理論が僕の中では見つからなかったです。とても確かに不自然ですよね。そうなんです。なるほど。ヨーロッパでも東洋の手相でも、カード占いでも、感想学でも、過去から未来っていう形が基本こうなるんですよ、ね、確かに過去現在未来って聞いたことないですね。過去現在未来ですね。なら過去現在未来っていう、確かに世界共通っぽいですよね。かなり
命に関わる手の線って生命線、うん、で命に関わる眼相って法令線、うん、ってことは共通するのは全てが弧を描いてるんですよ。どれかに一つ長寿の層があるならば、うん、隠していても長寿の層か短命の層かはこれを見ればわかる。どれかが短命でどれかが長寿っていうセットは基本はないんです。短命の人は短命で長寿の人は長寿なんです、うん、面白いめちゃくちゃ勉強になります。